ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一、日本一。プロ草野球なんて勝たないといけない。貴重な練習日だと思うんで、目的もってしっかり取り組んでいきましょう。そう、うん、そう、じゃあアップして、お前構え変えたな、構え変えた。うわー、ラスバッティ、ナイス、待って、おはようございます。おはようございます。今日紅白戦っていうことで、はい、まあ、ちょっとジャパンカップの決勝控えている状態の中で、うん、やっぱりこうあんまり無駄な練習はしてられないって前におっしゃってたんですけど、はいはい、それで言うと このタイミングで紅白戦をやる意味ってどういう、まあ一番は練習試合、チューヤンズプラスさんとかとの練習試合が2回とも流れちゃって、1回目で流れた後、じゃあこの日にやりましょう、でそれも流れちゃって、まあ試合感覚がだいぶ離れちゃってるので、まあ、そこで練習試合できてたら今日いろいろ練習、あの中身の濃い練習ができたかもしれないですけど、ちょっと試合感覚が長く離れちゃうと、そのまあ決勝がいつあるかわからないんですけどね、まだ日程決まってないんで、そこは非常に苦しいんですけど、試合感覚が離れて、やっぱりどうしても草野球って週1集まってるんで、平日練習できる人もいれば、やっぱり仕事の都合上で練習できない人もいるので、この練習が練習じゃなくなるというか、練習ももう試合だと思ってやらないといけないので、まあ紅白戦、一人でも多く試合感覚を養ってほしいので、紅白戦ということにしました。ちなみにそのいわゆる練習試合ができるに越したことはないと思うんですけど、紅白戦ならではのメリットみたいな、まず一つは練習試合だと試合出れるメンバーは9人しかいない、結局来ても全員が出れない。でも、この紅白戦をやると、まあ、来たメンバーはほぼ全員出る、まあ、今日僕も出ないといけないんですけど、全員出れるっていうところもあって、じゃあ全国大会の決勝戦がいつどこで行われるかわからない、で全員が参加できるかわからない、で、まあ、いつもそうなんですけど、全員が参加できたらこのメンバーがスタメンだけど、来れるわけじゃないので、全員が仕事があるので、おのおの来れなかった時に、じゃあ誰を出すのってなった時に、普段もう全く試合出てなかった人間が急に全国大会の決勝で結果を残せるかってところなんですよね。でそれは実際離れすぎてるので、なるべく全員を決勝までの間に使っておきたいっていう狙いがあるので、まあ、紅白戦はそういった意味でも効率はいいかなと思ってます。はい、そして今回私が気になったのは、うん、はい、マッスーさん久々の登板だなと。そうですね、エピソード1以来だとは思うんですけど、まあ、当分離れてたし、まあ、マッスーも一応怪我が原因でピッチャー辞めた人間ではあるので、あんまり無理をさせたくないっていうところもあったんですけど、まあ、もちろんユースケが左の今エースとして頑張ってくれてはいるんですけど、じゃあユースケが全国大会の決勝に来れなかった時、左ピッチャーが誰もいないってなると困るので、まあ、急にね、こんだけ期間空いたので練習試合でやらせるのはちょっとかわいそうなので、まあ、こういった紅白戦で久々にマウンド上がってちょっと調子を見てほしいなと、で僕自身も久々にちょっと見ておきたいなっていうのもあるので、まあ、これいろいろ試せるんですよ、紅白戦だと。だそういった意味でも、まっすーにちょっと投げてもらえるかって聞いたら OK ですって言われたので、まあ、短いイニングの2イニングお願いしようかなと思ってます。はい、で僕も選手と違うのが、僕もやっぱりベイちゃんって撮影の準備とかいろいろね、やることが試合前とか多くて、アップができないっていうだから怪我だけしないように、僕も別のチャンネルで選手として出てるんで、怪我だけしないようにしたいなと思います。はい、おはようございます。はい、まあ、先週雨で流れちゃって、まあ、結構、4試合分ぐらい雨で流れたので、ちょっと久々にはなるんですけど、今日は、まあ、練習日だったんですけど、まあ、実戦がちょっと離れてるので紅白戦を、することにします。で今日ちょうど18人なので、まあ、僕もちょっと出るんですけど、チーム分けは、おのおの話してると思うので、まあ、そのチームで分かれてやっていただこうかなと思います。で最後余った時間は、練習できたらなと思ってるんですけど、まあ、急にその紅白戦しても、ね、面白くないので、どうせやるんだったら、勝ったチームは負けたチームから今日
晩飯をおごることが決定しました。よっしゃー、燃えるぜ。だ勝てばいいんですよ、勝てば。はい、あと人数が9人しかいないので、ベンチの仕事だったりいろいろ役割、打順が回ってきてない人は協力的にいろいろバットだったりヘルメットだったりとか、あと乱行とか、うまくやってほしいなと思います。であと今日審判がいないので、審判は、キャッチャーの判断で、はい、あのそんなにせこい判断せずに、ね、ちゃんと公平にやってほしいなと思います。いいですか。はい、じゃあコーチ。はい、まあ、紅白戦するっていうことで、まあ、普段ね、相手がいる中でこう試合をするのが、まあ、普通だと思うんだけど、あのこの紅白戦するっていうことでこう味方のね、味方同士がやることでこう気づくことってすごいたくさんあると思うんで、そこをねこう試合終わった後とかに、指摘し合うこともできると思うしね。あのピッチャーだったらその今回だったらこうエータが投げてそれをバッターが感じるのもそうだし、まあ、キャッチャーだったら、逆に相手チームからしたらこうキャッチャーどういう風にキャッチングできてるかなとかもそうだし、ポジショニングもそうだし、まあ、そういうところをねこう、まあ、試合しながらも感じてできるっていうのが、まあ、この紅白戦の良さかなと思うので、まあ、そこを感じながらこう一人一人プレーしてもらえたらなと思います。キャプテン、よっよっ、まあ久々に紅白戦ということですけど、これが競争力持っていただきたいなと思います。でちょっと大会までね、期間が空くんで、目的意識みたいなのをしっかり持ちながら、高台にしないようにしていきましょう。よっ、はい、よっ、はい、試合開始予定は20分、はいはい、今回の紅白戦のスターティングオーダーはこのようになっております。まずは先行のチーム、1番センター星、そして絶好調、僕の中ではバッティングが調子上がってきてるなと思ってるのが2番に入っているセカンドの吉岡、そして3番鍋、4番にはショートで海星、そして5番善ちゃん、6番、ライトに入っている鍋台、はい、途中でキャッチャーにさせます。そして、7番にサードに入っているテッタは、6回7回2番手として2イニング、8番ピッチャーエータは5イニング、そして9番ファーストには私が入っております。そしてこちらが高校チームのスターティングオーダーとなっております。野手陣はいつもの1軍メンバーですね。1番センター朝日、そして2番田上、3番拓磨は先発ピッチャーで5イニング、そして4番丸子、5番ガッキー、6番キノピー、7番皆川、8番キャッチャーの翔太、そして9番のマスは、6回7回と2番手ピッチャーとして久々にマウンドに上がります。まあ、はいよ、一応多分野手は、まあ、ほぼ1軍に近い形でこっちはやって、まあ、向こうはピッチャーかな、エータというところで、まあ、エースというところ、まあね、うちのそのエースをやっぱ打てないと日本一になれないと思う、まあ、そこはやっぱりこう野手としてのね、まあ、プライドも持ちつつ、しっかりと読んで、まあ、サインないけど、各々多分理解はしてると思うんで、スチールするにしても、まあ、バントもそうだけど、そこは理解しながらやってもらって、まあ、ランナー三塁とかのところは、一応このサインやつはやろうと思うんで、じゃないとちょっと二三塁になった時とか分かんなくなっちゃうから、そこだけはやろうと思うんで、あとはまあ標的なミスしないで、まあ、ライナー飛び出しだったりとか、フォアヘッドみたいな、それだけは絶対にしないで、その一軍の野手っていうところの、まあ、示しがつくように、しっかりやっていきましょう。で、まあね、負けたらあれなんで、絶対勝つんで、よっしゃ、OK、よし、これ出しは、翔太。じゃあ西垣、おい食いてぇ、美味しいね、うちゃん、そんなこと今まで一回言われてない、こんにちは、ちょっと行けませんね、一人が朝早いからね、そうですね、おばわりみたいな、まあ、月に2回の野球なんで、ここはしっかりとサークルではなくプロクシャー野球チームなんで、それプラス一軍ということで絶対に勝っていきましょう、実力を見せつけていきましょう、最高、それプラス、それプラス、まあ、要サークルなんか言ったらおっす、じゃあこっちのメンバー、まあ、もちろん負ける気ないんで、頑張っていきたいんですけど、キャプテン決めないかなと思ってね、だって今日勝ったら晩飯だよ、そうですね、今日晩飯だよ、キャプテン誰にしようかな、そろそろ食べます、全然、鍋やりたい感じ、やりたい、他にやりたい人いる、
誰か。もう顔が出てる。もしもやりたい。誰しかいないよな。もしもやりたい。あ、で、じゃあちょっと悩むわ、ちょっと待って。鍋か星かで言うと、そうやな。まあ、鍋もチーム引っ張る力あると思うし、星もな。そういうのは嫌いじゃないと思うから。キャプテン返せ！なんで？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 あんまり自発的です。頼れないな。返せ行こう。ああ、そうか。はい、はい。このチーム意外と年齢若いっていうので、ね、俺最年長だから。ごめんなさい、ごめんなさい。私が言った。ごめんなさい。あれ？俺今日ファーストやねんけど。いや、このチームはね、向こうと違って試合に出た回数がちょっと少ないだけなんで、能力は何も変わらない。そうだ、はい、そうだ、そうだ。正直勝てるとしか思ってない。おい、どう考えても勝てるメンバーだし、待ってるこっちの優秀でしょうと。そうですね、思って、はいはい、各々はね、向こうに負けていると思わず、もう今のうちに誰からもらうかも考えといて。そうですね、朝日さん。それで試合終わった後には試合終わった後にね、そういうタイプじゃない、一人で話が進まない緊張してるんだよ、まあ、とりあえず勝ちましょう。最高、はい、さあ、それでは始まります。ベイちゃんの今日は紅白戦、やっていきます。さあ、紅白戦始まります。レイ、お願いします。ちょっと今日球審がいないんでね、ちょっとこんな感じなんですが、ちょっとストライクボールの判定がね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、皆さんよろしくお願いいたします。1回の表見ていきましょう。先発ピッチャーは拓磨、キャッチャーは翔太、ファーストに丸子、セカンドに水上、サードにガッキー、ショートにキノピー、レフトにタガミ、セーターに朝日、ライトにマッスーという布陣になっております。さあ、それでは参りましょう。こちらの1番バッターは星、初球は変化球外れてボール。ちょっとね、審判さんがいないのは本当に、分かりづらいかもしれない。僕もちょっとね、分かりづらいんでね、まあ、なんとか頑張って解説しようかなと思います。そして打った打球、これ太陽がかなり入るんですが、なんとかね、サングラスプラスグローブで、火をかざしたまま、球際強いですね。さすがレフトフライに取りました。ワンアウト。今のね、やっぱり球際弱い人だとね、眩しいからこうやっぱり避けちゃうとか、ボールが取り損ねるんですけど、しっかり、レフトの高みの場合はきっちりとね、見えない中でもボールを掴むことができるこの球際の強さ、こういったところがやっぱり一発勝負からね、非常に大事になってきます。そして2番の絶好調の吉岡はレフト前ヒットとなります。なんかキャプテンって言われるだけでなんか考え方が変わりますね。あ、本当ですか。でもなんせ全校年下ってのは緊張します。そんなこと今までなかったんで、ね、って考えるとなんかみんなのこと見なきゃいけないのかな。変だし、うわうまい、試合でやってくれよ、試合で。あの今打った吉岡君も前回試合で何個かミスを連発しててだいぶ顔色悪かったんでね、あの元気になってよかったです。まあ、回戦をね、なかなかキャプテンもこういうチームですることがないっていうことで、まあ紅白戦でのキャプテンなんでね、あまり深く考えなくてはいいんですけど、責任感が強い人間なんでね。そして続くバッターは3番の鍋に回ってきます。まあこの日はもうノーサインでやっていました、うちのチームはね。さあ、この場面吉岡は走るのか、鍋は進塁打を意識してバッティングできるのかというところ。この球はストライク、ストライクで、ここは打ち上げてしまいました。このフライは面白いところに飛んでレフトとショートの間に落ちてレフト前ヒットとなり、ワンアウトランナーは1、2塁とつないでいきます。そしてここで4番海星に回ってきます。まあ、一応チーム分けとしてはね、今守ってる方の野手がまあ1軍、そしてピッチャーは今打ってる方の
ピッチャーが1軍、そして今打ってる方の野手がまあ2軍というようなチーム分けにしています。僕もやっぱ紅白戦とかね、今まで2回ぐらいやってるんですけど、なるべく両チームが、大差がつかないというか均等に、点が僅差になるようなチーム負けは心がけていつもチーム編成しています。大勢ここは粘ってファール、ここは追い込まれます。いいですね、今のファールなんですけど、ショートとガッキーはきっちりとファールの中でもスローイング確認しますね。いいチェックです。ここはインコース中途半端なスイングでした。空振り三振、ツーアウト、ランナーは一二塁と状況を変わって5番には全ちゃん。全ちゃんもバッティングの調子が徐々に上がってきていると、聞いてますので、バッティングには期待しています。ここは悪くはなかったんですが、正面のあたりでした。ファーストゴロに倒れて2者残塁ということになります。初回は0点となります。1回裏見ていきましょう。こちらのピッチャーは先発がエータ、キャッチャーが鍋、ファーストに僕が入ってます、セカンドに吉岡、サードにテッタ、ショートに海星、レフトには全ちゃん、センターに星、ライトに鍋台という布陣になっております。そして向こうの一番バッターは朝日から、さあエーター、エースのエーター対ベーちゃんの一軍メンバーの対決となります。初球はストライク、エータとしてはやっぱりね、ベーちゃんの強力打線も全国で優勝するにはやっぱ抑えていかないといけない。ベーちゃんの野手としてはエータクラスのピッチャーから点を取っていかないといけないというところ。ここは先頭の朝日を3球三振で抑えてワンアウト。続く2番は高見、初球いいボールです、いい変化球、ストライク、2球目も外に流れる変化球で振らせて追い込みます。続く3球目、低め、ちょっとね低すぎましたかね、しかし指に引っかかってる素晴らしいボール。ここねちょっと今のキャッチャーのストッピング見たら分かると思うんですけど、かなりグラウンドがボッコボコでして、一応整備はしたんですけどね、かなりボッコボコになっております。ここはインローギリギリいっぱい、見逃し三振、2者連続三振、エイターナイスボールです。続く3番はタクマ、話もあるんですけど、かなりグラウンドがボコボコしてまして、キャッチャーの手前でワンバンしたボールがとんでもなく上に跳ねた時があるので、そこら辺は皆さんで、ね、ご了承いただけたらなと思います。はい、まあ、ただねやっぱこういったグラウンドでも大会っていうのはやっぱあるので、その中でも対応していかないといけない、これが草野球なんでね。はい、これも素晴らしいボールです、追い込みます。初回はナイスボールです、三者凡退で切り抜くことができるのか。調子のいい拓磨に対して続くボールはストレート、詰まらせて高かったフライ、センターが前に来て前に来て落ちます、センター前ヒットとなります。2アウトながら出塁します。ここで4番の丸子を迎えます。3番拓磨、4番丸子と元 JR 東日本の2人が並んでいます。東京ユニコーン戦ではこの拓磨とそして丸子のホームランでサヨナラ勝ちを決めました。ベーちゃんここは空振りで盗塁、そして成功となります。高間盗塁成功で2アウト、ランナー2塁。さあ先制点を奪うことができるのか。この打球はレフト、太陽かなり眩しいんですが、全ちゃんなんとか取ってくれました、3アウト、全ちゃんナイスキャッチ。
互い先行後攻得点圏ランナー背負ったんですが、無得点に抑えて0対0になります。2回の表見ていきましょう。拓磨の2イニング目、こちらのバッターは6番の鍋大から。ナメダイも最近ちょこちょこヒットが出るようになってきています。まあ今日はライトスタートなんですが、途中からはキャッチャーも入ります。これはナイスボールです。ストライク。かなりストッピングがね、キャッチャーが大変な状況ではあります。ここはフォアボールで先頭が出塁。続くバッターは7番のテッタに回ります。まあ、こういうグラウンドでワンバンが跳ねすぎるからこそ、まあ、ピッチャーの投げるボールっていう高さは大事ですよね。なんかバット持ってるシーンめっちゃ新鮮ですね。そうっすよ。で今日は、まあ、5イニング予定なんですけど、打席も立つんで結構きついんですけど、まあ、ホームランって言えば関係ないんであ、でもランニングホームランですね。先頭出たんでちょっとなんとか後ろにつなげたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。まあ、話戻すと、やっぱこういうグラウンドなので低めのワンバンっていうのはピッチャーはなるべく少なくする、まあ、配球というか、それはバッテリーで考えていかないといけないのもこういう河川敷ならではの草野球の戦略の一つですからね。さあノーアウトランナーは一塁で、テッタは、まあ、一応ノーサインなんですがバントの意識の中でどうするのか。バスターなのかヒッティング、それともバントなのか。ここはフォアボールでノーアウトランナー1、2塁とチャンスが広がります。そして続くバッターは8番の瑛太。次のバッターは私が控えております。初球は素晴らしいボールでストライク。1球目も素晴らしいコースで2球で追い込みます。瑛太としては自分のピッチングを助けるがゆえに、ここはランナーを進めたいところ。何何今の球。ここは低め振らされて空振り三振。翔太よく止めました。ワンアウトランナー1、2塁で9番私に打順が回ってきます。撮影の都合上ね、あの準備とかいろんなことがあってアップができてないんでね、とりあえずたくさん素振りして腰だけ怪我しないように、そこだけをテーマに頑張ってます。はい。初球はストライク。続く2球目、ここで鍋台がセカンドランナー飛び出してしまいました。これは良くないです。アウトとなり、ツーアウトランナーは二塁となります。テッタはその間に一塁から二塁へ。そしてその間にテッタが三塁ベース上が空いていました。三塁まで進んでツーアウトランナー三塁となります。これはね、テッタの走塁が素晴らしいです。テッタの足じゃないと間に合わなかったですね。さすがチームナンバーワンの足の速さ。そして続く僕はここはボール。ただ2アウトランナーは3塁と状況が変わって、ここはファールで追い込まれます。今のを捉えられなかったのがちょっと痛かったですね。甘いボールだったんですが、ここはショータナイストッピング。さあここで打つことはできるのか。ここもボール。これは後ろが狭すぎましたね。はい、帰れません。低め低めときて、続くボールは空振り三振で3アウト。三振でした、すいません。2回の裏見ていきましょう。瑛太は2イニング目、いつ
無点は西垣バッターボックスに頑張れ西垣絶対打つんだぞいつもとちょっと状況が違う取ってましたすいませんごめんなさい恥ずかしい、まあ、こういった状況でもしっかりと投げ切ってほしいところ待っとんけあれやべあ西垣マジ頑張れこいつは絶対打つんだぞこっちが本当の僕ですどっちも本当とは思ってねえよ何をしろさあ続くバッターはガッキーはいダフライガッキーが5番バッターですねはい初球は変化から入ってボールこれはいい打球なんですがファールカメラマンさん危なかったんですけどねうまく避けましたかなり打球上がったんですけどねセンターもう一個ここは低め振らせて空振りなかなかキャッチャーショートバンドが取りづらい状況ですここはボールいつもと全く違う角度で跳ねますからね真上とかにパーンと跳ねる時があるんで難しい状況ではございますがこれはファールユリアチョークとかないインコース構えてこのボールはいいとこ投げ切ったんですがガッキーがなんとか当てましたファール続くボールは真ん中から低めに落ちる変化球で空振り三振エータ素晴らしいピッチングですお願いします続くバッターは6番のキノピーちょっと甘いボールだったんですがボールの勢いが勝っていますこの日のエータの球もいつも通り球は走っていました続くボールはインコースのスライダーキノピーもちょっと避けちゃうぐらいのねボール素晴らしいボールで追い込みますここも振らせましたはい空振り三振で2アウトとなりますキレッキレの変化球を投げ込んでくるエータ続くバッターは皆上に回ってきますか球振らせて空振り準備はこれはナイスボールです素晴らしいボールー追い込んでからはい外高め空振り三振でスリーアウトこの回は3者連続三振前のイニングから4者連続三振となりますエータエースの貫禄素晴らしいです3回の表見ていきましょうバッターは星からこれはナイスボールです拓磨はフォークボールを投げるピッチャーなのでどうしてもワンバンが増えちゃうので翔太の仕事はかなり大変になってきますここは逆球なんですが内側ストライクここはインハイを打ってファーストの戦場を抜けてこの当たりがこれがね後ろまで抜けてこれはインプレーなんで続きます草野球のあるあるなんですがランニングホームランとなります草野球のグラウンドならではのルールでランニングホームランとなりますなんと先制点は2軍メンバーが先に点を入れました続くバッターは絶好調の吉岡
あーナイスボールです。しかし外に少し外れてボール。まっすぐを捉えたんですがセカンド南が落ち着いてワンアウトとなります。もちろん内野のグラウンドもボコボコしています。かなりイレギュラーも多くなってきますがしっかり前に落として対応しました。南落ち着いています。続くバッターは鍋。今のは甘いボールだったんですが打ち損じてファール。少しねフォークがなかなかストライクとボールがはっきりしているところが目立っている拓磨。これはいいボールでした。丸子さん行け。この打球丸子が追って追って届かずファールとなります。さあ鍋結果を出すことができるか。高めのストレート打ち損じてサードゴロ。ラッキーさばいて2アウトとなります。ここでバッターは4番の海星を迎えます。海星としては前回の練習試合で最終打席でヒットが1本出ました。この打球はいい打球なんですがファールとなります。これ僕ね乱高のとこから見てるとフェアに見えたんですけどねきっちりファールでしたね。しかし海星バッティングの調子が戻りつつあるのかいい打球でした。この打球はファースト正面でワンアウト、すごいさ、スリーアウトですね。はい、この回しかし先頭の星のランニングホームランで1点を先制しました。3回の裏見ていきましょう。エータの3イニング目素晴らしいコースに投げ切ってショート海星さばいてワンアウト。8番翔太を1球で打ち取って続くバッターは9番のマッス。今日は6回7回と2番手ピッチャーで上がります。これはいいボールですがバット止まりました。まっすぐ後ろの自転車の方もねエータのピッチング見てるとね何でも球速いピッチャーはってなっちゃって見ちゃうんですよね。はい、ここはキュルキュルで戻ってきてファーストピッチャーゴロですね。で2アウトになります。エータこのイニングは省エネ投法、球数が少なくて素晴らしいです。続くバッターは1番の朝日に戻ってきます。あ、自転車の人いなくなりましたねまあでも立ち止まってもらうだけでもありがたいですよね。やっぱりあーナイスボールです。素晴らしいところに投げ切っている瑛太。鍋とエータのバッテリーもね、まあ、2回目ぐらいなんで息が合ってくるとまた鍋もねエータとの相性が良くなってきます。まあ鍋のね構え方キャッチングはやっぱりエータの中でも素晴らしいというふうな評価になっています。インコースに構えた鍋、エータのボールだ、投げ切って詰まらせました。ライト前に落ちてします。鍋台取れず、そしてその間に朝日は二塁から三塁へ向かいます。
セーフとなりスリーベースとなります。絶対やろうか今。安西さん、安西さん、ツーアウトながら三塁とピンチを迎えます。バッターは田上を迎えます。エーター、このピンチしのげるか。まあ、鍋谷に関してはね、ライト本職じゃないですし、キャッチャーでしか考えてなくて、紅白戦だったのでライトっていうだけだったね。まあ、メールはしないです。はい、本で使われないですか。いいボールきっちりと抑えました。エータピッチャーゴロに抑えて3アウト。この回もなんとか0点に抑えました。4回の表見ていきましょう。この回の先頭はゼンちゃんから。まあ、いいボールですね。タクマの場合やっぱりフォークが、ストライクゾーンにきっちり投げれるカウントが取れるフォーク、それから、ストライクからボール、そのボールが、ワンバンするボールの、フォークボールと、やっぱストライクとボールのギリギリのところらへんに落ちてくるボール、この投げ分けができてくるとかなりいいピッチャーになってくると思いますが、まあ、そう簡単ではないんですよね。前ちゃんは打ち上げてセカンドフライでワンアウト。今のタクマっていうのはやっぱりこのボールからボールの低めに外れるボールっていうのがどうしても多くなっちゃうので、僕も今日ね、今回この日、バッターボックス立ってて思ったのが、やっぱり真ん中のフォークボールの低めのボールを投げたとしても、ボールからボールやっぱり僕もね、やっぱ振らないので、やっぱりストライクの甘いボールが来たと思ったとこからストンと落ちるフォークボールをコントロールできてくるとより良くなります。そして鍋台はセカンドゴロで2アウト。続くバッターはテッタ。はい、ナイスボールです。ストレート自体の球の勢い、キレっていうのはね、もう素晴らしいものがありますので、あんな翔太よく止めました。続くボールは、はい、ナイスボールです。外ギリギリいっぱい。あのね、決め球のね、フォークボールが抜ける球が減るとより良くなります。さあ、タックマ追い込んでるのできっちり投げ込むことができるのか。はい、きっちり低め投げ込みました。ストレート、キノピー守備。はい、ショートゴロで3アウト。キノピー素晴らしいチャージでした。前までね、どうしても待ってしまうところがあったんですが、しっかりチャージできてます。4回の裏見ていきましょう。バッターはタクマから。マルコに回ってきます。ノーアウトランナー2塁。この打球はショート海星がもたついたんですが、ショートゴロで間に合いました。ワンアウトランナー2塁となります。続くバッターは5番のガッキーを迎えます。ナイスボールです。
しかし同じ球をガッキーがきっちり捉えてセンター前、二塁ランナーのタクマはホームイン、同点となります。一軍メンバー瑛太から1点もぎ取りました。タクマ、西垣の東海大菅生コンビで1点取りました。続くバッターはキノピー。まあ、今のはね、エータ、ガッキーに打たれたのは1球目、外の変化、そして2球目がちょっと真ん中付近のね、高めに入った変化球を、まあ、きっちりそれをね、センターへ弾き返したガッキーが一枚上手でしたね。ガッキーナイスバッティングでした。そしてキノピの打球はセカンドゴロでツーアウト、ランナーは2塁と進塁打になります。再び得点圏にランナーを背負うエータ。そしてバッターは水上に回ってきます。この間にランナー三塁進みます。さすが鉄太の次に足が速いガッキー。いいね、早起き。しっかり隙を見て三塁まで走ってツーアウトランナー三塁となります。ナイスボールです。今日はあの外に決まった時の変化球っていうのはね、バッター陣がねなかなか手が出てません。あー、ナイスボールです。これはボールですかね。ナイスボールです。バッターの反応を見てるとね、あの外の、スライダー系のボールがね非常にいいかなと思ってます。これが今度はそれからボールになる球でサードテッタちょっと出てましたんですが、サードゴロで倒れてスリーアウト。しかしこの回1点入って同点となりました。ベイちゃんが新メンバーの募集をしています。1回目のトライアウトの方が応募を締め切りさせていただきました。残るは3月9日、そちらの方に参加できるよという方は YouTube の概要欄に応募フォーム貼っていますので、そちらの方から応募よろしくお願いいたします。それに伴ってなんですが、スタッフさんも募集したいなと思います。本当にあのベイちゃんが好きで、ベイちゃんのチャンネルを応援してくださって、チャンネルが伸びてほしいと、特に思ってる方、そちらの方も応募フォームから入っていただいて、日付の記入欄のところに、スタッフ募集のおそらく選択するところがあると思いますので、そちらの方から応募していただけたらなと思いますので、お気軽に応募お待ちしております。